トヨタ自動車の豊田社長がドライバー森蔵として率いるレーシングチーム。挑むのはレースを通じた車の開発です。モータースポーツを起点にしたいい車作りをやっていくことこそが未来をみんなで作ることじゃないかなと思います。モータースポーツを通して車を鍛え上げているトヨタ。レースで走り込むことで課題を見つけては解決を繰り返していきます。豊田社長も自らハンドルを。所詮私はテストドライバー、そして彼らはレーサーですので、双方が妥協でなく努力と修練によってですね持ってきたし、車も変わってきた。富士スピードウェイで行われた24時間耐久レースにも出場。これまで鍛え上げてきたエンジンに供給したのはガソリンではなく、なんと 100% 水素。未だ実用化されていない技術の開発に本格的に乗り出したのです。やっぱ水素社会、そしてカーボンニュートラルにもこんな選択肢があるよ、その選択肢の一つをですね実証実験できるという場が訪れたというふうに思っております。この過酷な環境の中に車を持ってきて鍛え抜くということが、やっぱり開発のスピードを間違いなく上げてくれます。燃料は他の車と違う水素ということで、今回移動式の水素ステーションを特別に設置しました。水素をいかに効率的に充填するかっていうのは、この場で起こる実証実験なんですよね。今回課題としたのは水素エンジンの燃焼の制御です。トヨタには燃料電池車ミライの開発を通じて培った水素に対するノウハウがあり、安全面は大丈夫と胸を張ります。安全面で の一番のメッセージはですね、私自身がドライバーの一人として参戦させてもらう。チームに食事を出すキッチンカーも水素で作った電気で賄い、脱炭素の未来を先取り。24時間のうち12時間1634キロを周回して無事完走。脱炭素社会に向け大きな一歩です。10年後、今これやったから10年後の景色変わったよねとかね、いうふうに言われるためのものになれば、この第一歩は意味があったんじゃないのかな。次回、なぜ水素エンジン？